ノルアスカギフカカミが原航空宇宙博物館のアスカアスカは航空宇宙技術研究所が1962年から1989年にかけて開発したエストール飛行実験機の機種名実験機であるため製造は1機のみである名称は工房により決定された1962年末頃から航空宇宙技術研究所では今後取り上げるべき 重点課題について議論がなされた。この中で VS トール機の研究開発が最重点課題として取り上げられ実験機研究開発を含む具体的な研究を開始した。1963年から V トール機を超軽量リフトジェットエンジンの研究開発に着手し、水力制御による高度制御試験 V トール機の離着陸を想定した FTB 試験。 着陸前に航空機の足に代わるリフトジェットエンジンを空中で起動させるエンジン再起動試験まで進められたが、当時は空港周辺の騒音が社会問題となっており、V トール機の研究開発は断念された。アスカのベース機である C-1 戦術輸送機1975年に航空技術審議会の権利、我が国に適した。 エストール輸送システムの具体的推進方策についてを受けて、具体的にエストール技術の検討がなされた。昭和60年代以降に民間機の主力となると考えられた低騒音ファンジェットを使用したエストール旅客機の開発に必要な技術を研究することを目的として、それまでに進めていた空力、構造、エンジン等の要素技術研究成果をもとに、 エストール機の詳細な検討がなされ、航空自衛隊の C-1 輸送機をベースに、当時開発中だった k イ j r 7 1 0エンジンを4機搭載したエストール実験機を研究開発することが決定された。1977年には、航空宇宙技術研究所内に横断的組織として、エストールプロジェクト推進本部が設置された。また、C-1 輸送機の開発 1978年度から C-1 の機体製造5社による開発が開始され、1979年に川崎を主契約企業、三菱、富士、新名和工業、比比を協力企業として機体の試作が始まった。また、このエストール実験機が国民から広く親しみを持ってもらうことを期待し、その相性を 日本全国の小中学生から募集したところ、4563通の応募があり、その中からアスカが採用された。アスカは1985年10月28日に初飛行し、1989年3月まで3年半の間に97回、計167時間10分の飛行実験を行った。この間、 同じ USB 方式の高揚力装置を持つキューザラの研究開発を行っていた NASA と国際共同研究を行い、相互の実験機の飛行性の評価を行った。この実験機はハドやスコスなど当時の最新技術が採用された。研究成果を踏まえて量産化との期待もあったが、地方空港にも長い滑走路が整備されるようになったため、国策として エストール旅客機の開発の必然性が薄れたことや、エストール機は開発技術力はあったとしても、個別機体開発ごとに多額の費用がかかることが判明したため、実用化は見送られた。アスカの飛行特性資料ちなみに、アメリカ空軍においても、同形式のエストール輸送機として、y c 十四が、いささか方法は異なるが同じくエストール輸送機として、y c 十五が、 競争施策されているが、いずれも高コストを理由に不採用に終わっている。現時点において、同様の形式のエストール機として実用化されているのは、アントノフ設計局案マイナス72、74のみである。プロジェクト終了後、アスカは、岐阜県各務原市の岐阜各務が、原航空宇宙博物館に展示されている。アスカの風洞模型実験機である。 アスカワシーマイナス1、SO、機をベースに新造し、ノルンが開発した、日本初の低層オンターボファンエンジン、FJR714 発を USB 方式で搭載し、主翼上面に排気口を主翼に接して、搭載されている。エンジン排気を主翼上面に流し、フラップを下方へ曲げることで、大きな揚力を生み出して、エストール性を確保した。また、境界層制御のために、 主翼前縁及び補助翼前縁から空気を吹き出している。エンジン配置以外は C-1 とほぼ外形が同じであり TGB 翼を有し主脚は胴体脇のバルジに収納している。なおエンジンを主翼上面に配置することは地上への騒音低減効果もあった。ABCD 世界航空機年間1988、竹縄動社1988年。 P120, ありがとうございます。